ラーメン店が5店舗集まる新しいエリアで、明日のオープンを前に内覧会が行われています。みんなのグルメを略したミングルと名付けられたエリアは、札幌初出店を含む5つのラーメン店が集まりました。札幌の人気店インエゾが手掛けるのは、黒毛和牛のローストビーフやピップ調の卵など、すべて道産食材を使った混ぜそばです。いただきます。おお、すごい。平たい麺が卵であったり上の具材をものすごくよく絡めてくれるので、とっても美味しいです。和のいいところと洋のいいところを両方取ったような美味しさです。今回豚を使わないで商品を作ってるんですね。アルコール添加しないで麺を作っていただいたりとか、海外のお客様もそちらを求めてる方もたくさんいますし。大阪の行列ができるラーメン店は、道産ホタテを使い、魚介と鶏で出汁を取った醤油ラーメンで勝負に出ます。SNS 映えを狙ってこんな仕掛けも。いただきます。で、これ食べられないんですよ。本物そっくりですよね。これは間違いなく写真映えしますね。新たなエリアのテーマはラーメンの再発見。インバウンドをはじめ地元の人たちにもラーメン文化を楽しんでもらおうと、さまざまな工夫を凝らしています。ラーメンの激戦区すすきのであえて勝負する狙いとは。昼空いてるお店がまだまだ少ないという中が、まあ、一つ狙いどころなのかなと。激戦区がゆえに、かなり長蛇の列で並んでらっしゃるお客様が多い中で、こういった商業施設の、プラスのいいところで言いますと、多くの客席を設けられるというところが、まあ、我々勝負ポイントなのかなと。気軽にラーメンを楽しんでもらおうと、およそ200席を用意しています。ラーメンを食べた後はスイーツを。タピオカが楽しめる店も明日同時にオープンします。お茶のすっきり感とミルクのコクが合わさって美味しいです。ここのでしか食べれない味もありますし、何回か足を運んでいただいて、まあ、お気に入りのメニューを見つけていただければなというふうに思ってます。ココのすすきのが手掛ける食の新エリア、すすきののランドマークの魅力がさらにアップしそうです。